勝負パーキングエリアは、埼玉県区市商部町下香山にある首都圏中央、連絡自動車道のパーキングエリアである。上下線集約型である。また、地上に建設されたため、外部からも売店のみ利用が可能となっているが、パーキングエリアの性質上原則車の場合は、高速道路からが主となるために、駐車可能台数が限られている。 一般道側にも駐車場が用意されているが台数が極めて少ないため、北西方向約 1.2km ほど離れた弁、天沼横に60台分ほどの台に駐車場も設置されている。ABCD、県王道、勝負、PA2、商業施設が10月31日オープン。県王道発のガスステーションも併設。東日本高速道路、ネクセリア東日本。 2015年10月16日閲覧。首都圏中央連絡自動車道の関越道から、東関東道間のインターチェンジの名称がすべて決定しました。国土交通省関東地方整備局、東日本高速道路株式会社間投資者2013年12月24日付、県王道の桶川北元 IC、白岡勝部 IC 間が10月31日に、 開通圏王道の開通により、東名から東北道までがつながり、企業活動や観光活性化を支援するストック効果が期待。国土交通省、東日本高速道路。2015年9月29日閲覧。AB、オストメイト対応設備一覧。東日本高速道路。2017年1月22日閲覧。圏王道発の給油所透明。 中央、関越、東北道の直結に合わせ乗り物ニュース2015年10月19日10月24日、閲覧 ABCDEFG、県王道勝負 PA、勝負、東日本高速道路、2017年1月22日閲覧。ありがとうございます。